家永で時間を変える。エウシーニョ流し込む、中村健吾がもらった、エウシーニョを走らせた、エウシーニョチャンスだ、1連打、こぼれ球ヘディング、長谷川、いや素晴らしいですね、今の攻撃は。中村健吾、まさにこれがキラーパス、右サイド崩してエウシーニョから1年、最後は長谷川です。まあ、でも最初にね、そこまで至るところの僕は森田のパスがすごいと思ってて、自陣から入れたやつですね、はいはい、この後かな、これですね、はい、こういう精度がすごく上がってるんですよね、グランダーで浮かさなくてという、もうこっからはもう素晴らしいですよね。この健吾の玉足の長いパスにエウシーニョが反応、最後は長谷川も詰めました。これで0対2。川崎の今日のスコアラーは今季サブキャストに言いました知念と長谷川、この2人が重要なクラシコで大きなゴールを決めました。